当の声は誰に問う？本当の姿を誰に見せる？我が問いに答えよ。小鳥さんが喋ってますよ。我は問う。人がなぜ世界からいなくなったのか。なんだそれは。待て、これは合言葉だ。合言葉？いわばこの城に入るための呪文だ。確かどこかで聞いたような。本当の声は誰に問う？本当の姿を誰に見せる？我は問う。人がなぜ世界からいなくなったのか。我が問いに答えよ。我は答える。黒き病がゆえに。我は問う。人はその命をいかに長らえるのか。我は答える。その身と魂を分かつべし。我は問う。魂の行く先はいずこか。我は答える。慈しみとなる傀儡に納め。よかろう。そのもの主たる人とみなし、城への立ち入りを許可する。どうやら先に進めるようだな。ランジラは村の双子。デボルさん、ポポルさん、どうしてこんなところに。村に戻る気はないか。ここはとても危険よ。入ったところでヨナが戻ってくるかどうかも。いかにしてここに来た。質問しているのは私たちよ。どうしてポポルさんたちが。答える気はないわ。自分で考えるのね。俺たちは先に進む。ヨナを助けるために。そうか、なら仕方ないね。仕方ないわね。君とは戦いたくなかったよ。本当に戦いたくなかった。どうして？なぜなんだ、デボルさん。これは最初から決められていた運命なんだ。でもできればあなたとは戦いたくなかった。それは本当。あと100年、次の世代にしたかった。何を言っているんだ。こやつらは魔物か。いや違うよ。嘘だ嘘だ、ポポルさんたちが。そんなわけない。みんな殺せ殺せ。から正直ここまで成長してるとは思っていなかったよ。なぜだ。なぜお前たちが邪魔をする。
白の書裏切りの輩よ、お前に詰問される筋合いはないわ。それを分け与えられたに過ぎない。シロさん、大丈夫ですか？どうしてなんだ、デボルさん、ポポルさん、なぜ魔物の味方なんかするんだ。どうして？全ての謎の答えは魔王の御心にある。魔王の仲間なのか、ずっと仲間だったのか。答えはあなたが探してちょうだい。己の真実と向き合うために。魔王の城へ入りなさい。デボルさんとポポルさんが無茶してくれ。行くぜ。シロ、大丈夫か？おかしいぞ。我の最大の武器であるはずの口が魔王は笑らなくなった。シロさん、かような目をするでない。心配無用だ。大丈夫。ワルツが聞こえます。東海とは豪勢であるな。こいつら魔物だ。閉じ込められたみたいです。いいさ、戻る気なんかない。そうだな。
じゃキリがない。私が次の部屋への扉を開ける。援護してくれ。無党派か。王子じゃ。シロ。ああ、すまね。援護だな。アイネさんを守ってあげてください。アイネ、まだか。まだですか。せかすな。私はこういう細かい仕事は苦手なんだ。若者、何をしておる。めんどくさいもんはぶっ壊す。やめろ。そんな無茶をして万が一万が一のことなど知るか。この扉開いたぞ。おい、カイネ、後ろ。獣め。大丈夫か。ああ、それよりも。許してほしいなどと思ってはいない。カイネ、なんだ今のお前の心。憎しみでも悲しみでもない。この色知るか。カイネさん、大丈夫ですか。大丈夫だ。こいつらを蹴散らして先に進むぞ。実に面白い。
つは不死身か。まずいです。こんなとこまでやられ、くそ。しっかりしよう、カイエ。あんなの相手にしていたら、いつまでもヨナの元にたどり着けるぞ。そこは先を急いだ方が良さそうですね。行くぞ。開かないぞ。攻撃が来るぞ。入り口も開きません。どうやら閉じ込められたようだな。自分をごまかしているだけだ。俺は死んだんじゃねえ。いいの。何？私もそうだ。だがそれが分かったところで何もならない。もう手遅れなのか。私たちは何もかも遅すぎる。今さら引き返すことなんてできない。だからこそ。朝、程度と、チ・イルトって。ヘズチ、アセヨーリ。ギッタ、オキットだ。アラ、ペルアト、シデン、チ、ウセキヨン。イラ、コ、ク。ハッハッハ。どうしてここに。サルリとシータ。改ざん突起路だろう。しかも、いや、アラトテ三生体フルアリ、ウワリトテトラス、感化し、チンデでも、アラ、ペルアトオンダ、来て、キリゴイタリアップリア、サチッチサッタトトレルタ、改ざんチお、あ、おい、やめろ、離せ、やめろ。
後でアリクラーサ箱を。開けろ、お前らだけじゃ無理だ。ゆっくおたおき、アルタ、ビュート、クルト、コ、チ、イル、カテ、ケタル、イト、エチ、ケロ、アルテリアだせ、ギウジカク、イシギシ、シンチュー、カレルタ、カイザン、テーラス、アンダ、アラタテ、ウラーヌ、ペルア、トチ、ウラーヌ、カレバタル、トトチ。おお、開けるんだ。グズグズするな、行くぞ。カイネさん、奴の戦いを無駄にするな、フィアのために。おお、デボルさん、ポポルさん、やっと来たね。待ちくたびれたわ。どうして、どうしてなんだ。1300年前、滅びかけた人類が取った最後の手段、ゲシュタルト計画。ゲシュタルト、白の書、思い出せないの？なら、思い出させてやる。白！頭の中が思い出したぞ、デボル、ポポル、なんちらは人間にあらず、そして口ごもったね、言いづらいかい。ならポポル、代わりに言ってやんなよ。私たちだけじゃないわ。今ここにいる全員が人間に作られた人間もどきなの。何を言ってるんだ。まだわからないかな。お前たちは人間じゃないんだよ。そんな、じゃあこの世界に人間は存在しないんですか。いいな、我らが魔物と呼んでいるあれが人間だ。人間だった者の慣れの果ての姿だ。さ、おしゃべりは終わり。私たちは仕事に戻る。そんな、お前のその体を返してもらおう、本来の持ち主である人間に。
悪く思わないでね。それが持ち主のいない体を持たされた私たちの仕事なの。私たちの長い人生は人間たちの意志に沿って他人の人生を制御するためにしか存在しない。あなたたちにはあなたたちの理由がある。私たちには私たちの理由がある。そういうことだ。格好つけるな、バカ。そうだな。所詮は道具なんだ。私たちもお前も。違う、俺はお前たちとは違う。
足が。まずい、進めなくなるぞ。僕が何とかします。ダメか、クソ。大丈夫です。
しかもせ。
前の心の中に実に面白く進化した。複雑解雇した。憎しみでもなく悲しみでもなく、ただ白く光る波がさらさらと流れてくるぞ。なんだこの感情は。わからないか、テュラ。私は様々な声を。その方、同情も恐怖も憎悪も経験した。私は知っている。私は汚れている。私は間違っている。私は呪われている。あいつはそんな私を受け入れてくれた。許してくれた。あいつのためにか。この狂った世界で過ごす時間がまだ少しでもあるのなら、奴の刃になって死んでやる。ヨナ、やめよお兄ちゃん。ヨナ、もういいの。他の人の体いらない、欲しくない。この体の中にはもう別の女の子がいるよ。ずっと泣いてるの。お兄ちゃんに会いたいって。ヨナが魔物に。この女の子もお兄ちゃんが大好きみたい。ヨナと一緒だよ。会えないのかわいそう。一緒に帰ろう。今だ。妹についていた魔物は消えた。
入れ、ヨナを頼む。お前の悲しみが分かるとそんな都合のいいことは言わない。俺はただ仲間と妹を守るだけだ。彼女たちを危険にさらす者がいれば倒すだけだ。来い魔王。大丈夫か？心配無用と言いたいとこだがな。シロ、どこかのバカ者に乗せられて無茶をしすぎたようだ。戦う骨董品は世の中にそうあるまい。シロ、ごめん、俺。おい、真に受けるな。冗談だ。だって。さあ、突っ立ってないでそこをどけ。我には最後の退任があるのだ。何する気だ？あやつの動きを止める。そしてその後はお前に任せた。この先はお前一人の戦いだ。しっかり頑張るのだぞ。嫌だ嫌だ、俺はまだ素人。全く、我はお前のそういう単純なところが好きであった。楽しかったな。お前といると本当に楽しかった。しかしここでお別れだ。シロ。そうそう、一つ言い忘れておった。何？シロというな。本当は結構気に入っていたのだぞ。シロ、知ってた。生意気なやつめ。守るものがある。生きる意味があるんだ。魔王、お前は。
兄ちゃんはもう食べたからいらないよ。お兄ちゃん昨日もそう言ってた。本当は一回も食べてないのに。はい、ちゃんと半分こだよ。ありがとう。
する。